さすがに東洋のナイアガラと言われる祖義の滝を滝に打たれて滝修行をしてみようかの。何を言っておられまする。急ぎ戻りましょう。これより太平寺での島津義久殿との会見もありますれば、すごい心があるという歌はそなたであろう。それがしは太平寺の場所を説明するのによく知られているこの滝を用いただけです。東洋のナイアガラと聞けば、観光好きのわしがおとなしくしておるはずなかろう。僻地でもありますれば、危険も考えられまする。すでに家久殿、忠長殿らが降伏し、義久殿も会見に応じたということは、降伏するということであろう。心配するほどのこともない。戦も大事じゃが、観光も大事じゃ。では、何もお忍びで、それがし一人を護衛にしてくることはなかったのでは。何を言う。お忍びが一番面白いのではないか。このワクワク感がたまらぬわ。虎退治で知られるお主がおるのだから問題なかろう。狼だ。虎も狼も似たようなものであろう。任せたぞ。違うでしょう。さすがに数が。何をしておられまする。利休殿。義久殿との会見前に茶の湯で心を落ち着けたいとの仰せを聞き、迎えに来ました。それどころではない。周りを見よ。狼が。犬ではない、狼ぞ。ドッグではなく、ワルフぞ。ワンワンではなく、バウバウなのじゃ。我が茶道の邪魔をする者は許さぬ。すでる。なぜ不動を選ばなかったのだろう。では行きましょう。いや、ちょっと先に打たれたいと思って。茶の刻限には遅れませぬよ。行くか。ここは帰りに来よう。お。太平寺にて、島津義久と豊臣の秀吉との会見が行われた。降伏いたします。よかろう。この秀吉のもとで島津は存続するがよい。あ、ありがたき幸せ。義久が降伏した後も、義弘、義久らは抵抗を続け、徹底抗戦を主張しました。が、義久が懸命に説得。これに応じて島津は全面的に豊臣の秀吉に降伏した。この頃、家久が居城の佐土原城で急死してしまうということがありました。
一般的には病死とされているのですが、豊臣側あるいは島津側による毒殺説もあります。幾主的には豊臣方にとってはすでに降伏している将を毒殺する必要性を感じませんし、島津方にとっても貴重な人材を毒殺するとまでは思えません。病死の可能性が高いという気がしますが、どうでしょう。家久の後目は息子の豊久が継ぎました。なお、先の曽木の滝の下りは創作物語ですが、秀吉がこの滝を訪れその勇士に感嘆したという逸話はあります。この時は随行した島津家の家臣三色忠元が秀吉を滝壺に落とそうとする殺気を感じて、この忠元の裾を捕まえて片時も離さなかったとか。この三色忠元はこのアニメでもたびたび登場している魅力的な人物です。義久が秀吉に降伏した際、剃髪して進み出た忠元は秀吉にまだ戦うかと聞かれると、いかに払いましょうやと言った後で、しかし武蔵は武士ですから主人が戦うなら何度でも立ちます、しかしあなたは安心してよいでしょう、義久公は一度でも主従の約を交わした限りは絶対に裏切りませんからと薩摩の面目を見せたとのこと。気骨のある人物だったと想像されます。